ただありましたね。セロテープ入りに悶々としてたってことですよね。そういうのもやっぱ素材が見つからないし、そうそう、なのでもうこの辺は本当に悶々とした日々です。これはそのディムの家でその編むコードを編んでやってたんですけど、結構な重量だったので、なんかその辺もどうなのかなと思いながら、ロサンゼルスからその後ここオーシャンサイドミュージアムでその後制作をさせてもらえることになったんですけど、それで今これちょっとカールスバットっていうところ、街に帰ってきたところですね。で今度はすいません、まだちょっとね生活の写真ですね。この後はパナマ のサンドラっていう家にホームステイさせてもらいながら、美術館の関係者の人でそこで制作を、すいません、この辺はね本当に生活の話あれですね。オーシャンサイドっていうのはサンディエゴの街からもちょっと北に電車で1時間ぐらい上がったところで、同じ海辺をずっと走って上がるんですけど、そこが一応今回の展示の 拠点というか、これが滞在もそこにして、制作もそこでやったっていうです。そうですね、これが美術館で、こんな感じの、ここもまたあの海に近いところなんですが、なんか 軍の街だから、うん、一番、栄えてる産業が軍隊の人のローンだっていうふうに言ってましたね。ローンみたいなのとか、なんか街中そういう軍用の、まあ、施設とかお店とかそういうのであってっていうような街でした。でここは美術館の裏で、ここであのちょっと作業をし始めたんですけれども、最初はその大きい雲を作ろうかなと思ってたんですけれども、ちょっとその素材との兼ね合いとかの関係で小さいのを作り出したり、あの傘を使ってみたり でなんか傘が面白かったのが、日本人やっぱこっち雨が今特に梅雨の季節ですし、雨もひどくて傘みんな持ってますけど、雨濡れるの嫌で、向こうの人本当に傘持ってなくて、雨もまあ結構降るんですけど、やっぱ濡れるの別に構わないし、で持っててもその日よけ、日差しのためのパラソルとかっていうので、でもその作業してる時に実際にあの 日差しが本当に強いので、その日差しよけの意味とかプラス雨 の雨が降らないので、本当にあの水が困っていて、この辺りはすごい内地の方から送ってるんですけど、で私が滞在したオーシャンサイドの辺りのその下の方にはすごいあの象徴的な煙突があって、なんかそれを何だって聞いたら、その海水から淡水にするプラントだって言ってて、まだあの実現には至ってなくて1年後か2年後かにはなるんだけど、それを使うようになるっていうような話とかで、なんか傘とかもなんか使えるのかなって悶々としたり。でここはそのオーシャンサイドの通りで、あの横の歩く姿が美しかったりとか、あのやっぱあちこち見ていて、そのなんか美術館で滞在で制作をしだすと、なんか結局その街の方に入っていけないっていうのが、なんかあのいつも滞在制作でのジレンマなんですけれども、なのでこの時にちょっとなんか自分の方からその街の方に入っていくっていう意味で、あの雲のモチーフとかを持って街の中に出かけて行こうかなと思う、そういうなんかインスタレーションをやるのもありかもなって考えたアイデアなんですけれども、これはそのそれぞれあの雲を持ってもらったり、そのなんでしょう、そのサンディエゴの本当にあれですね、あのサンディエゴの日常、人々の日常とか現在の日常とかを通して、その奥にある背後のようあの、はい、あの歴史的だったり文化的背景だったりしたものがいろいろ見えてくるといいなと思ったんですけれども、なんかそれがあのパワープラントのトンネルの前にその手乗りの雲とかを持っていることで、なんか雨乞いの意味イメージがあったりとか、あともともとやっぱこの土地はもあの先住民が住んでて、そこかに入ってきたっていう意味で、あのミッション、カトリックのミッションのが町の始まりなんですけれども、そのためになんか噴水ができて、そこの水飲み場として人を集めるっていうところで、なんか素敵なミッションの噴水とかもあって、そこを使ったりとか、まあなんかそういうこととかも考えたりとか、
しつつ編みつつもう本当になんか1ヶ月しかなかったのでもうぐるぐるぐらぐらしながら、そうこうしている間に美術館にエアストリームがやってきまして、でそこで編むワークショップをしつつ、ステアストリームの周りに展開しながら、でもなんかこうなったら雲をモチーフにして、でこの辺はずっと編むワークショップです。編むワークショップというか日々編みながらワークショップをしながらっていう感じなんですけども、でこの辺りでもうこうなったら編むだけではなく、港町なので風が強いので、空気を風を掴んで空気を入れるようなところで人を巻き込むのもありだなと思いまして、最終的にこの大きいちょっとこのポスターになった写真がこの上のもうちょっと小さいバージョンなんですけれども、上のでシャワーカーテンを縫って風を集めてみんなに持ってもらって、それで遊ぶっていう、作るだけじゃなくてその遊ぶところでも巻き込もうかなと思いまして、でもこの辺りから編むのもありだし、縫って空気の雲を作るのも、でもうなんか雲をモチーフにしてとりあえずいろんなことをやりながら、向こうの人たちと関わりながらやっていこうとでこれが今真ん中で作っていて、まだ今作ってる途中なので、皆さんまたこの後後ろの方で手を貸し一緒に作っていただきたいんですけれども、空気を集めての雲ですね。これは本当に小さい子たちが親と来るファミリーアートデーという日のワークショップで、で向こうはここと一緒で風が強いので本当に簡単にポン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 入っていって、でそうこうしているうちにちょっと大きいのも縫いでですね、最後にそのエアストリームでサンディエゴの各地を3日間他のアーティストと一緒にそれぞれの日で各地を回るっていうのをやって終了っていうことだったので、それをもってサンディエゴのここはミッションベイという公園に行って、膨らまし子供が入ってみたり、小さいこれはまたパトリックっていうもう一人のアーティストですね、ポートジャーニーできた、もうなので本当に編んだり、でこのエアストリームの中で1日目はアルマンドって言って向こうのアーティストで、もう一人女の子の音響のこのアーティストが、なんかこのアルマンドはその海岸で拾ったのものを使って置いていて、でもう一人の子はそこのところで集めた音をこの中で流していました。で2日目はまたどこだったかな、ペッパーパークっていうところでやったんですけれども、この時はなんかマリオって言って、これ船なんですけども、ニュージーランドの方の民族の血を引く方らしくて、そこの船と一緒に、でもう一人のミッキーっていう女のアーティストが、これはちょっとお客さんなんですけど、それをスケッチするっていうのと兼ね合って、私はちょっと今日外に本当はできるはずだったいろんな雲とかが、この時は木があって吊るして、みんなで編みつつ、もはやもう何もほとんど喋ってないですねこれがそうですね2日目、これが3日目、そうこの煙突がそうですね、ちょうどカルスバットのところの海岸
この日はこの写真家の人のワークショップを一緒にしてたんですけれども、隣ですごい素敵な写真でしたね。で、私も海岸のところに、ちょっとこれも毎回毎日移動してインスタレーション釣ってっていうので、本当に行くまでちょっと場所とかもはっきりわからないし、そのエストリーも止める場所と兼ね合いとかもあったので、ちょっとなんか怒涛の日々で本当にやったんですが、今なんかやってみて本当にああこうしとけばよかったなって、逆に達成したなみたいなことっていうのは、達成したな、やっとけばよかったたくさんあると思うんですけど、まあ、日本でずっとされてるからそれとは違ってここならではできたことみたいな、そのなんだろうな、いやでもなのでなんかやっぱり行ったら行った先でやりたいことがいっぱいあって、なんか最終的に一つに大きくまとまりはしなかったけれども、なんかいろんな可能性を探って、いろんなんか次に繋がるいろんなものはいただきました。なんかあのサンディエゴもそうなんですけど、割とこうミュージアムとか結構きちきちっとした場所が箱の中であって、こういうふうに街中に介入していくっていうことが実際あんまりなくて、今回一緒に共同してくれたディレクターっていうのは、まあ、そういうことをやっていきながら市民の気持ちを変えていくとか、そういうことをなるべく増やしたいと思っている人だったので、そういう意味では非常にあの、まあ、やりながらいろいろ考えたこともあるとは思うんですけど、多分ある程度の達成感っていうのは彼は持ってるんじゃないかなというふうに思ってますけど、ね、そうですね。なんか難しかったことありますか？日本でずっとされて初めてですかね？